あゆみです。今回は、40キロ台だったあゆみが30キロ台になった理由と、あと、食事ですね。自炊とかのご飯をいろいろ皆さんにご紹介していけたらなと思って、今回は撮っていきます。それでは、どうぞ。結構あゆみの中で一番変わったなーって時期が、6月ぐらいから結構痩せ始めてたんですけど、前に撮ったダイエットの企画から、もうだんだん痩せてって。なんでだろうって思ったら、多分、この、あゆみが毎回飲んでる漢方のおかげだなと思って。あゆみはだからもうそっから、これ飲まなかったら本当に、怖いってぐらい、毎日毎日朝昼晩、ご飯食べる前に、必ず絶対に飲んでます。本当にこれなかったら、あゆみはもう、多分太りますね、完全に。だから、これはマストで飲んでるのと、あと、多分、体質的に炭水化物、白米を食べなきゃ、トイレに出すっていうあれが、寝ないから、あゆみはちゃんと朝昼晩、必ずとは言わないけど、できるだけ白米を食べるように。なんか白米って結構消化にいいっていうのも聞いたことあるし、やっぱ人によって白米で出るとか、白米で出ないとかもあるんで。もあゆみは白米食べたらちゃんと出るようになるんで、白米は必ず食べるようにしてます。なんか一番は痩せなきゃっていう考えをあまりなくしましたね。メンタル的にきついし、そのストレスで逆に痩せれないとかもあったんで、もう本当に好きなものを食べるけど、ちょっと量を減らすとか、あと食べるもの。朝昼は好きなものを食べていいけど、夜はなんかちょっとヘルシーなものにするとか、そういう考えをやりながら結構どんどん変わってったなって思います。あとはもう運動ですね。有酸素運動は必ずやっといた方が絶対にいいです。前のダイエット動画でも見せた有酸素運動の YouTube とかを毎日だいたい30分とかやってるだけで結構変わってきますね。一番スーンって落ちたのは朝起きて一発目にブラックコーヒー飲んでから有酸素運動、その YouTube でやる有酸素運動なのか、30分間ウォーキングとかで結構変わる人はめっちゃ変わりますね。それであいも結構結果は出ました。ご飯はとりあえず全部今からパパパって取っていくので、皆さんお楽しみにしてください。はい、今の体重は 39.3 です。はい、そしたら水のワンタンと、これにプラス白菜とえのきを入れていきたいと思います。卵焼きを作っていきたいと思います。まず卵3個、フォークで混ぜます。これにちょっと大さじ1の水を入れて、あと白だしを大さじ1と小さじ1ぐらいで混ぜます。はい、あゆみの朝ごはんはこんな感じです。ちょっとあんまお腹空いてなかったので、白米は抜いてワンタンと白菜とえのきのスープと、あとちょっとめっちゃ下手になった卵焼きですね。いただきます。
マス卵焼き。めっちゃ下手になった。うん。味はめっちゃうまい。スープは。めっちゃ熱そう。あっこ。白菜ってむくみとかに結構効果があるって言ってて、あとはえのきはあれですね、消化にいいみたいな。きのこ類は味付けもそのワンタンの付属についてるスープだけなんで、まあ、それに生姜足すとか全然あり、あれも日によって足したり足さなかったりしてますね。お昼ご飯は昨日漬けておいたマグロをマグロ丼にして食べたいと思います。見てください、このうわめっちゃ美味しそう。これを盛り付けていきます。お昼ご飯はマグロ漬けしらす丼と今朝作ったスープにしました。めっちゃ漬けたから美味しそう。いただきたいと思います。いただきます。前にあおやっと白米を食べます。今日いただきます。わあ、美味しそう。普通に美味しそう。昨日の夜から今日の昼までつけといたんで結構汗が。いただきます。うん、うん、うーん、美味しすぎる。なんかマグロはダイエット中にいいって聞くので、だから基本あゆみお魚大好きなんですよ。だからお魚とかはダイエットとかにいいから基本食べますね。てかダイエット中じゃなくても魚系はめっちゃ食べます。今朝のスープですね。このスープはマジで美味しい。本当にみんな作ってほしいぐらい。うん。うん。マジでうまい。はい、ということで、あゆみのお昼ご飯はこんな感じでした。続いて夜ご飯を作っていきたいと思います。はい、まずニンニクをみじん切りにしていきたいと思います。一番目はみじん切りがあんま得意じゃないので普通に切ってきます。鍋にニンニクとこの豚ミンチを入れます。はい、ということで夜ご飯は辛麺を作りました。麺は糸こんにゃくで、味付けは醤油、鶏ガラスープ、酒、塩、胡椒、
辛い粉、韓国唐辛子とか一味とかそういうのを入れて完成しました。関東をね、いただきます。うん、卵を入れたから結構優しめになっちゃったけど、でも全然味は美味しい。うん、これはうまい。あゆみダイエット中辛いものと麺とか本当に食べたくなっちゃうんで、ほんとヘルシーで作りたいなら糸こんにゃくとかで作るラーメンめっちゃおすすめです。めっちゃヘルシー。うん、お水を500で、鶏ガラスープを大さじ2と醤油を大さじ1、酒が小さじ1、塩コショウが、少々で、その辛い粉、一味とかは、お好みで。辛くしたい人はめっちゃ入れるとか。煮立せたら、ニラ入れて、で、ニラも煮立せたら、溶き卵をグッツグツの時にバーってかけて、完成。めっちゃ美味しい、これ。あ、辛いラーメンが食べたい人、ダイエット中で。は、マジこれ作ってください。本当に美味しい。めちゃくちゃ美味しいです。本当に。はい、ということで、夜ご飯でした。ということで、あゆみの30キロ台になった理由と自炊はどうでしたでしょうか。結構もうその6月からもうずっと39キロ台か40キロ台にもうずっとキープしてるので、皆さんこれを見て、今冬なんでね、来年の夏に向けて痩せるとか、そういう時にこの動画を見ていただけると嬉しいです。はい、今日はですね、私が30キロ台になった理由とその食生活を紹介していこうと思いまーす。まあ、30キロ台になった理由とか、まあ、食生活については、今からまあ食べるご飯、まあ、いつも通りなんですけど、3食朝、昼、夜と3食今から、皆さんにご紹介していくんですけど、まずは体重を測っていこうと思います。まあ、大体いつも体重は変わらないんですけど、とりあえず、体重計に乗っていきたいと思います。どうぞ。ということで、今から体重を測っていきたいと思います。体重は 39.4kg です。体重を測っていきました。 39.4kg でしたね。いつも本当に体重結構41から39の間を行ったり来たりしてる感じです。さあ、41よりはあんまりいかないですかね。本当に食べた後すぐ乗らない限りは、多分39から41ぐらいの間を、こう、こっち行ったり、あっち行ったり、みたいな感じにしてる感じですかね。30キロ台になった理由が、10代の時は本当にマックス49キロあって、本当に高校生の時は何食べても、何してもマジで痩せなくて、食生活とか運動とかも地味にしてたんですけど。で、20歳超えてから、普通に10代食べてたぐらいの食生活を運動なしで痩せるようになってきて、多分顔とかも余分なお肉が落ちたりとかして、で今 39.4kg なんですけど、やっぱ大人になるにつれてだんだん痩せてったのかなっていうのは思うかな。
10代の時結構間食とかお菓子とか食べてたりとか、甘いものめっちゃ好きだから毎日甘いもの食べてたりしてたからなのかなっていうのもあります。今は間食もしないし甘いものも全然食べないし、結構食生活的には良くなってきたと思う。あとね、うちお米好きだったんです、めちゃくちゃ白米が。でも白米が自分の多分体体質的に合ってないっていうことに気づいて、白米を家では一切食べないようにしたんですね。お家では一切白米を食べないようにしたら、やっぱ体重って減るものですね。そう、49キロあったのが今 39.4 なので、まあ、約10キロぐらいダイエット成功したんですけど、3食のうちに野菜を必ず私摂るようにしてるんですけど、多分そういうのでかな、多分体の中も綺麗になってってるのかなとか。今から朝、昼、夜と3食を皆さんにご紹介していくので、参考になるかなんないかはちょっとわからないんですけど、皆さんにご紹介していくので、ぜひ最後まで見ていってください。おはようございます。私の朝ごはんをね、紹介していきたいんですけど、私基本的に朝は本当に食べれなくて、いつもね、だいたいこのストローで飲めるヨーグルトを買ってお家にストックしておいて、朝はこれを飲むことが多いです。いただきます。うまいの。しかもね、これめっちゃ美味しいよ。これ本当に買ってほしい。バニラ風味がめっちゃ強いんですけど、ヨーグルトって結構お腹いっぱいになるしさ、腸のなんていうの、活性化みたいのがされるので、これですかね。あと朝は結構時間がなかったりするので、あ、手軽に手軽に食べれるっていうか飲めるもの。昼夜は結構まあがっつりは食べないんです。本当日による、本当うち日によって食べる時と食べない時の差が激しくて、本当にお家にいる時はマジ白米食べないです。食べるとしても雑穀米みたいな、ちょっと紫色、多分前回ナッツの YouTube でご飯のやつ撮った時も多分雑穀米食べてたと思うんですけど、その雑穀米を食べることが多いですね、お家だと。会食だってやっぱ白米しかないから、白米ほんとちょっと、ほんとにね、ほんとちょっとほんとこれ食べる意味あるのぐらいのちょっと。野菜は必ず取るようにしてます。顔が丸いのが悩みで、こうね、こうマッサージしながら手で首とか流したりしながら、こうヨーグルト飲んでとか、やってるので。ということで、次はお昼ご飯と夜ご飯、3食取っていきたいと思うので、皆さんぜひ最後まで見ていってください。はい、今日のお昼ご飯はパスタにしていこうと思います。だいたい、そうですね、私は一人分、じゃないぐらい、子供お子様用の一人分ぐらいの分量で作っていきます。では完成をお待ちください。はい、お昼ご飯が完成したということで、じゃーん、トリュフ塩パスタみたいな多分やつです。私結構パスタめっちゃ好きで、昼だいたいパスタを食べるんですけど、パスタと必ずお水はね、私温泉水を飲むようにしてます。ということで、お昼ご飯を食べていきましょうかね。いただきまーす。そう、これね、美味しいんですよ、トリュフパスタ。パスタとか取ってたら意外に冷めちゃったんですけど、うん、うまい。あ、ご飯作るシーン撮ろうと思ったんですけど、パスタ茹でてるシーンしか撮ってなかった。あ、パスタが好きで、なんかパスタ屋さんとか行くのめっちゃ好きなの。パスタ専門店とかさ、行くのめっちゃ好き。でね、カルボナーラとか、スープパスタとかもめっちゃ好きです。見てる人たちはダイエットっぽくないか。こんな感じですかね。だいたいいつも食べてって感じ。いつもはネットフリー見ながら食べてます。完食はね、ほんとしない。
お菓子とかもあんま食べないし、チョコとかも最近あんま食べない。だからね、間食マジでしないから。間食しないといいっていうじゃん、ダイエットとか、痩せるとか。だから間食はね、間食は絶対しないようにしてます。だから夜ご飯食べ終わった後に、なんか食べるとか、アイスぐらいは食べるけど、その他は食べないです。何も？うん、何も食べない。夜ご飯はどうしようかなって考えてる。私めちゃくちゃ腹持ちがいいんですよ。多分消化が悪くて、今日、だからお昼とかに例えばパスタとか食べちゃったらラーメンとかね。夜ね、全然お腹空かないの。昼にバッて食べて夜を少なくするっていうのが自分的の中でのルールみたいのがあって、多分そっちの方が自分の体質に合って痩せやすいかも。夜は無理やりでも食べないと、ちょっとでもね、夜中とかにお腹空いちゃうから。はい、ということで夜ご飯を食べていきたいと思います。はい、これが3食目の最後のご飯ですね。今日は玉ねぎと卵のお味噌汁と豚しゃぶサラダでございます。なんかずっとパジャマで本当にごめんなさい。今日一日お家なんで。いただきます。そう、このお味噌汁はね、めちゃくちゃ美味しいんですよ。卵と玉ねぎって思うじゃん、みんな。って思うじゃん。めっちゃうまいの。甘くてめちゃくちゃ美味しい。うん、うまい、うまいです。めっちゃ美味しいの、これ。食べます。いつもね、豚しゃぶサラダもね、結構美味しいんですよ。そう、お肉食べたいなって時とか、こう野菜と一緒に食べるとめっちゃ美味しい。いただきます。あと、よく噛むことが大事です。うん、私の中ではよく噛む、それは絶対にやってる。そうするとちょっとでも満腹感が感じられるし、たくさん噛んでゆっくり食べることが痩せやすいっていうのがにもつながる気がする。多分ね、自分の中で思います。温泉水。あ、なんか手が、今傷つけて手が切れちゃった。パンとかもあんま食べないかな。好きだけどパン。パンもね、太りやすいって自分の中で気づいたんです。だからパンも食べない。うち本当に一日疲れちゃって、お仕事とかで帰ってきて。マジ一日食べない日とかも全然ある。なんか家帰ってきたらマジ疲れちゃって。お風呂とかスキンケアは絶対したいし、やりたい人だから、お風呂とスキンケアして、お風呂出てからスキンケアしたらもう疲れちゃってご飯食べる気力もなくて、もういっか、お腹空いてるけどと思って寝ちゃう時とか全然ある。みんなうちの食生活参考にしていいのかぶっちゃけわかんない。うちマジ気分なのね。なんか食べるのも食べないのも、食べる時めっちゃ食べる。そう、お味噌汁とサラダ作った時の作ってるシーン撮るの忘れちゃいました。了承ください。まずは作り方。お味噌は塩分何パーセントカットみたいなの使ってます。あと味薄めにしてる。玉ねぎが沸騰する前に玉ねぎ入れて沸騰させてるので、ちょっと甘みが出るんですよ、玉ねぎの。だからその甘みを使うことによって、味噌そんな使わなくても良くなるから、ドレッシングとかもカット系使ってます。何パーセントカットですよとか。使ってます。なんかそっちの方が体にいい気がする。だから。豚しゃぶサラダは結構おすすめ。美味しいし、お肉も食べれるし、満足できます。だから、こんな感じで、
終始パジャマで申し訳ないんですけど、これはシーンのパジャマです。ということで、この私が39キロ台になった、まあ、理由と食生活を今回は皆さんにお届けしました。はい、なんか参考になるかとかは本当によくわからないし、個人差がめっちゃあるし、私はこういう食生活をして、まあいつも通りなんですけど、こういう食生活をして体型維持してるし、30キロ台とかをまあキープしてるよっていう、ということでよかったら参考にしてみてください。はい、ということで、この動画がいいなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。では、皆さん、せーの、バイバーイ。